ランナーブラックロータスの、監督を神山さんと、共同監督でやっております荒牧慎司です。よろしくお願いします。はい、同じくブラックロータスの監督を務めます神山健二です。最初のブレードランナーっていうのが、2019年という設定で、その、最近リメイク、さらに作られた、2049というのがあって、その間に位置するましたよね。2032年からですね、を舞台にした、ストーリーですね。ブレードランナーのシリーズの中で、ブラックアウト事件っていう、映画では書かれていないんですけども、世界が、崩壊して全てのデータが失われたという事件があって、それより、その後だよね、そのちょっと後を、舞台にしている物語ですね。それはジェセフが説明したわけじゃないけどね。そうですね。その、ウェルランナーの、まあ、権利元というか、ライセンスを保有しているアルコン社からのオファーですかね。で、以前に、2049の時に、渡辺慎一郎監督が、ショートフィルムを、ブラックアウトっていうショートフィルムを作って、それから話が多分膨らんだんじゃないかなと思います。で、アニメーションでもっと、ウェルランナーの世界を広げたいと。いうことで、オファーをされて、僕らもそれでじゃあどんなストーリーにしようかというのをいくつか提案して、その中でこのブラックロータスのストーリーをやってくれないかという話で話が進みました。そうですね、その、渡辺監督が作った、ブラックアウトっていうのは、まあ、手書きのアニメーション。まあ、CG も一部取り入れてましたけど、CG アニメーションで作ったんですけど、まあ、あれは、20分ぐらいの短い作品だった。今回、まあ、シリーズを作るにあたって、とにかくブレードランナーって、まあ、世界観というかね、あのムードというか、街のムードみたいなのがすごく表現するのが、大事だと思ったので、そこの、なんていうかな、世界観の連続性というか、それただにそういうのを表現するには、やっぱり世界、街の表現とかで言うと、やっぱり、3DCG の中にアニメーションのキャラクターがいるという世界観にするのが面白いかなということで、これ、CG でやるっていうことを選択してますね。うん、はい。それと、あと、まあ、僕と荒牧監督はですね、この作品を作る以前にすでに2本の CG のアニメーションを作っていて、もともと荒牧監督のソラデジタルっていうスタジオはずっと 3D でアニメーションを作ってきている会社だし、そのシリーズのアニメーションっていうのをこれ以前に2本作らせていただいているので、スタッフにしてもそのスタジオの体制もシリーズを 3D で 3D アニメーションで、シリーズを作るってことにがすごくスタジオも成熟してきているタイミングだったと思うんですよね。なのでこのタイミングであれば、このブレードランナーっていう、大変偉大なタイトルを、我々がアニメーションで作るってことができるいいチャンスが来てたんじゃないかなというふうに思ってますね。そうですね、最初のブレードランナーを見たのはまだ僕10代だったと思うんですけど、映像表現にすごい衝撃を受けた作品で、これは僕に限らずアニメーションや日本で映像作品をやってる人たちのほとんどの人が影響を受けた作品なんじゃないですかね。SF の設定なんだけどもハードボイルドであったりとか、もうとにかく今まで見たことのないその世界観であるとかね、その表現方法を駆使していて、もう絵が語るっていうのもまさにこういうことだなっていうのを
見せつけられたというか、まあ、僕らに教えてくれた本当に、あのバイブルみたいな作品ですかね。僕ちょうど東京に来て仕事を始めた頃に、あの新宿でブレードランナー見たんですけど、やっぱりその都市の表現というか未来の、あの表現、それまではどっちかというと、ね、SF って言えば結構ピカピカの未来でっていうあののが定番だったんですけど、その要するに太平高層ビルが立ち並んでるけど太平的で 雨しか降ってなくてもうずっと夜みたいな世界で、フォグが常にかかってて、人々もなんかやる気がないというか、もうちょっと何をね、なんかその不老者とかがいっぱい溢れてる街、世界観っていうのは本当にそれが、まあ、初めてで、不老者の中とかではなんとなくイメージしてたんだけど、それは本当に絵としてどんどん衝撃的な絵として初めて提示されたっていう衝撃で、それがもう一番なんていうかビジュアルの衝撃っていうのが一番大きくて、それから多分今SF 的な作品の映画とか見ると大体それをみんな踏襲してるんですよね。未来はちょっと大変的でホイーでなんか不老者みたいなウロウロしてっていうのはもうそこで始まった世界で、今見るともうそれが定番になっちゃってるからそんな凄さはないんですけど、それ以前なかったっていうのがやっぱりすごく大事なところで、そういった意味では本当になんか僕らというか、まあ僕もその後すぐアニメーションのやっぱりシリーズで その世界観をちょっと模したような作品というのは、毎回毎回同じような絵を描いて、壊れたビルとか、不老者がしゃがんでるとかっていうのをアニメでもよくやってたんですけど、そのぐらいやっぱりこうインパクトがあった作品ですね。あとは英語圏、ロサンゼルスの街に漢字が溢れてるっていうのも、そう、びっくりしましたよ ね。その日本の文化がなんかある程度溶け込んでるような、そうです、ね、要するだから変な日本だったんだけど、そうですね、はい、日本語も日本語喋ってる人もいたりとか、そうですね、急に屋台のおじさんが、ね、分かってください、そう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 ダブルスピークって設定自体もすごく衝撃的でしたね。あとはあれですね、それまでイラストレーターとしてすごい有名だったシドミドさんが去年ね残念ながら亡くなりましたけど、彼のやっぱりそのビークというかスピナーですね、スピナーのデザインとかその光のイラストの光の使い方みたいなのがもうその街にも全てに行き届いてるというか、彼の描いてるイラストがそのままこう世界になってるっていう感じも含めて、やっぱりいろいろインパクトが、ビジュアルなインパクトがとにかくすごかった作品ですね。そこはやっぱりこれは断るわけにはいかないなというようなタイトルですよね。まあ、エキサイティングなのと同時にものすごいプレッシャーが、ね、ありますよね、うん、であと、まあ、さっきビジュアルトニックすごいって言ったんですけど、やっぱりその後ちょうどねビデオレンタルじゃなくてビデオセルルビデオとかが始まったちょうど時期だったんですよ、うん、で僕多分、ね、初めて買ったビデオテープなんですよ。当時1万円以上2万円近くした気がするんですけど、なかなか買えなかったんですけど、それでもやっぱり買って何度も見てるうちにやっぱりなんていうか、ビジュアルはとにかくすごいんですけど、やっぱストーリーが意外とシンプルなんだけど奥深いっていうところも含めてね、なんかいろいろゆったりしたテーマの中、テンポの中にやっぱりすごいいろんなものが入ってるっていうところも含めて、なんか何度もちょっと断片的にも何度も見返したりするので、何度見たかも数えられないぐらいの作品の一つですね、本当に。今までには描かれたことがないんじゃないかと思うけど、レプリカント側を、うん、中心にというかですね、うん、主人公に添えた物語なので、うん、シリーズならではというか、うん、そのキャラクターの背景だったりっていうことをある程度まあ、そう重ねて作っていける、まあ、映画と違う一番違うところはそこだと思うんで、もちろん今までもねロイだったりケイだったりがレプリカントの悩みだったり心情だったりっていうことを描かれてはきたと思うんですけど、
純粋にレプリカントとして存在している主人公、しかも女性が主人公なんですけども、そのキャラクターを中心に描いていくとですね、ブレードランナーというタイトルですけれども、あのブレードランナー側の人間を主人公にせずに、世界観とともにそのキャラクターを描いていくっていう試みがシリーズならではなんじゃないかなと思っていて、まあそこがこの作品の、特徴であり、肝になっていく部分なんじゃないかなというふうに思っています。そうですね、やっぱり最初のベイランナーから、まあ2041もそうですけど、まあ、一見その人造人間が悪役という図式に簡単にしようともできるって言ったと思うんですけど、それをそうせずに、ブレードランナー側もちゃんと心情も掘り下げるみたいな、で彼らは彼らで自分探しをしているみたいなところがやっぱりこのブレードランナーのストーリーとしての面白さだったと思うんで、そこを抑えつつもっとそこにどんどんストーリーの展開に合わせていろいろ新しい局面が起きてっていうような、なんていうのかな、視点を切り替えた上での何か新しいことが起きていくということと、あとはまあこれはブレードランナーというタイトルなので当然なんですけど、その、最初のオリジナルの映画と2049の間をうまくつなぐような、まあキャラクターも何人かね、共通したキャラクターが出ていますし、そこがなるほどこのキャラクターにはそこがこうだったのかとか、でこの間はこういう時期があったんだ、でブレードランナーで描かれたネクサス、6とか、その、2049年まで描かれた、新しいレプリカントたち の登場の間にこういうことがあったのねっていうところが、なんていうか、うまくつながる話にするっていうところ、まあ、そこは苦労してる点でもあるんですけど、見てもらえると面白いかなと思います。はい、そうですね、今現在は幸い、自粛も明けてですね、再びスタジオワークが日常が戻りつつはあるんですけども、やっぱり、コロナショックが起きた時にはみんなテレワークになったりしてですね、僕らも2ヶ月ぐらいね、なかなか、まあ、デジタルで作業してるのでね、比較的テレワークとの相性がいい部分もあったとは思うんですけども、やっぱりその毎日ねスタッフとコミュニケーションを取ったりしながら制作するものなので、少なからず影響はあったと思いますね、あとスタッフがね、今回海外のスタッフもたくさん参加してくれてるんで、新しく新しいメンバーが合流するときに海外にいるともうね、2ヶ月間動けませんみたいなことになったりして、それで実況リモートでやっぱお願いしたりしてるんですけど、やっぱそこのロスっていうのはやっぱり実際大きいですね、まあでもやっぱりいろいろとちょっと逆境には当たってはいるんですけど、そうですね、はい、今頑張って完成に向けて、はい、そうですね、まあそれ、まあ、だいぶそれまた乗り越えつつはありますけど、いろいろ影響がまあまあありましたね、はい、そうですね、ブレードランナーっていうこの偉大なタイトルをですねアニメーションにするということで、しかも今回シリーズなのでね、世界観を深く掘り下げつつ過去に作られた作品とのリンクだったりとか、今まで語られていない部分、物語が世界の中であったのかというようなことをですね、掘り下げつつ全く新しいアプローチで作っている部分もあるので、このブレードランナーブラックロータスで新しく出会うキャラクターたちがどういう物語を紡いでいくのかっていうのを、楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。そうですね、やっぱり先ほどが言ってるようにとにかく思い入れが強いですし、非常に影響を受けた作品なので、やっぱり自分でやることの
あの喜びというのとその逆に大変さっていうのを同時に感じながらあの日々やってる感じですね。そのために過去の、新しい2049も含めてベテランナーの映画を何度も何度も見返すんですけど、見返すためにやっぱり新しい発見があって、あ、これはやっぱりあの素晴らしい作品だし、あの自分やってることも大変だぞっていうことを日々なんか思いを新たにしながら、それでもワクワクしながらやってますんで、皆さんにその思いが届けられるように頑張りますので、よろしくお願いします。どちらがレプリカン、どちらが、どちらがレプリカンでしょうか。どういうレプリカンに対するイメージの持ち方の問題ですね、それはね。うん、別に人間じゃねえぞと思ったことがあるかどうかってことですか。そうですね、自分のアイデンティティを疑ったことがあるかって。なるほど、それ神谷さんが時々あるよね。あるね。それちょっと違うけど。だとすると俺ですかね。どうなんだろう、まあ、はい、じゃあブレードランナーには告知したように、はいはいじゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。